ついに永遠に食べられるチョコレートが出来上がったよ。やった。これさ、まだ入れてないんじゃないの？ダメ、台無しになるよ。ならないわよ。あれ、なんかチョコが動いてる。わあ、チョコレートが爆発したね。顔がチョコレートだらけだよ、母。あなたもね。おかしいわ、私の iPhone もチョコレートみたいに茶色くなったわ。ねえ、これチョコレートよ。おいしいわ。え、本当？食べてみるね。本当だ、爆発的な美味しさだね。わあ、見て、金だよ。僕の方も。どっちがチョコなのかな。僕の方はいい香りがするからこっちかな。食べてみて。そうだよ、チョコレート。金なんかいらないもん。本当？もしかしたら私のもチョコレートかも。どう、チョコレート、美味しかった？歯が全部折れちゃったわ。これからどうすればいいの？心配しないで、どうすればいいか知ってるよ。みんなは知らないけど、僕は歯医者さんなんだよね。口を開けて歯を治すよ。その歯はいらない。もっといいアイディアがあるんだ。金を貸して。あ、本当にありがとう。どういたしまして、僕は医者だからね。目をつぶって開けてみない？その方が楽しいわ。アレックスはおバカさんね。あ、唐辛子は絶対に食べないわ。アレックスは食べたそうね。彼にお任せするわ。チョコの唐辛子だ。僕のは本物だ。すごく辛そうね。でも私には関係ないわ。私の方は甘いんだもん。私のはチョコレートでできてるの。今度は僕の番だね。おかしいな、全然辛くないよ。中にはチョコレートがある。こっちがチョコだったら、バービーの方はなんだ？なんだろう。あー、辛い唐辛子よ、助けて。どうすればいいのかな。水でいい？それお湯じゃない。もっと熱くなったわ。じゃあ待ってて、すぐに戻る。その間に自分でどうにかするわ。霧吹きがあってよかった。バケツ一杯の牛乳を持ってきたよ。あー、もう何したの。何もしなくてもよかったのに。あ、ポップイットだ。つついたら落ち着けるよ。そうね、私もポップイットが大好きなの。でもどっちもおもちゃなのはおかしくない？一つはチョコレートのはずよ。私のは噛めない。あ、なんかあるよ。ハテナマークだ。僕の方にもあるよ。押してみよう。いいね。これでおもちゃだけじゃなくてチョココーラもあるわ。中にもチョコがたくさん。すごく美味しいわ。明らかに私が好きなミルクチョコレートね。あ、いいこと思いついた。ポップイットにチョコレートを流すと面白い形のチョコができるわ。必要なのは冷凍庫だけよ。できたわ。これでチョコポップイットを手に入れたわ。食べてみてもいい？いいえ、一人で食べるわ。あなたは黙って見てなさい。意地悪。あ、なんで座って見てるんだろう。僕にはコーラがあるよ。ポップイットに流し込んで冷凍庫に入れると美味しいものができるんだ。冷凍庫に入れるのを忘れたらいけないね。普通のコーラで何ができると思うの？見てな。あー、痛い。なんてことしたの？ごめん、美味しいコーラキャンディーが食べたかっただけなんだよ。ちょっと食べていい？いいよ、僕は意地悪じゃないからね。くっついちゃった。
僕はチョコを食べとくよ。僕が剥がさないとバービーは一生このままだから助けてあげよう。楽しかったね。そうね。サボテンなの？僕の方もサボテンだ。トゲトゲしそう。本当にトゲトゲする。すごくトゲトゲする。そうなの？私も確かめないと。あ、そうよ。トゲを食べてみればいいだけよ。おいしいわ。トゲじゃなくておいしいクッキーよ。しかもたくさんあるわ。最後のは僕の。あー、トゲがなくなっちゃったわ。サボテンも美味しければいいんだけど。最高よ。茶色い歯もいいね。おしゃべりはやめて早く食べて。僕のは本物だからそう簡単には食べられないよ。いいこと思いついた。トゲは取っちゃえばいいんだよ。気をつけて。全部私の方に飛んでくるわ。ごめん、気づかなかった。でもこれで食べられる。でも食べたくないからジュースを作っちゃうよ。うん。ああ、やっぱりまずい。私も飲んでみたいわ。全部飲んでもいいよ。ああ、すごくまずい。吐きそう。だから言ったでしょ。今まで飲んだジュースの中で一番まずいわ。やったー、新しい iPhone だ。そっちが本物ならこっちはチョコだね。そうだ、チョコだよ。見て、世界初の曲がる iPhone だよ。しかも食べられるし美味しいんだよ。チョコレートの iPhone がすごいと思ってるの？そんなことないわ。すごいのはいろんな食べ物を目の前に出せることよ。欲しいものは何でももらえるの。僕にもちょうだい。自分のお菓子は自分で食べたいの。あ、でもゴキブリは嫌だ。アレックス、いいわよ。分けてあげる。ありがとう。あー、ゴキブリだ。助けて。あー、気持ち悪い。ゴキブリって気持ち悪い。今度は頭の上にいるわ。なんだって、嫌だ。僕を食べないで。よかった、これで安心。ご褒美としてたくさんのお菓子を食べていいよ。わあ、バービー見て、本物のカメラだよ。撮ってくれる？いい写真が欲しいんだ。いいよ。すごくいい仕上がりよ。アレックス、私のことも撮って。私もいい写真が欲しい。もちろん。すごく面白いよ。おかしいの？何？見せて。なんでそんなことしたの？私はいい写真も撮ってあげたのに。あ、悲しんでる場合じゃないわ。チョコレートカメラよ。美味しいかな。今の見た？メガネがチョコになったよ。見たよ。そして食べちゃうよ。私とは分けてくれないんでしょ？いいわよ、別に。私は靴をチョコにするわ。いいアイデアでしょ？すごい、古い靴がチョコになったわ。いいでしょ。少し食べてもいい？お願い、僕のカメラをあげるから。いいえ、ダメよ。じゃあカメラを盗んじゃうよ。ダメよ。あ、何が起こったんだ。うるさいバービーが急に黙った。彼女を食べてもいいんだよ。すごい、しかも美味しい。
さあバニラアイスクリームをブレンダーに入れるわよ。他に何を入れようかな。あ、臭いチーズ混ぜちゃおうっと。すっごく綺麗な水色ね。だけど匂いと味は本当に最悪なの。アイスクリームができたわ。トッピングももちろん忘れずに。ミミズがふさわしいと思うわ。気持ち悪い。ここに置いておくわね。次のアイスは美味しくしちゃおうっと。この赤いアイスを使うわよ。何と混ぜようかな。そうよ、この美味しいジェル。水色と赤2色混ぜたら紫になるの。あら、ラズベリーみたいな色ね。すごく綺麗。このマシーンに流してアイスクリームにしちゃうわよ。綺麗な色。甘いトッピングもするの。 M&M's がぴったりね。最高。ここに置くわ。美味しいアイスが食べられるのは誰になるのかな。私からいい？やったー、美味しい。私も食べたい。すっごく美味しいアイスクリームね。コーンもすっごくサクサクしてる。大満足よ。今度はケイトの番ね。了解。こんなの絶対に食べないからね。食べなさい。最悪、吐いちゃいそうよ。早く食べちゃわないと。本当に食べてる。最悪、今までで一番まずい。死んじゃいそうよ。面白いわね。今度はもっとすごいのを作っちゃおう。バニラアイスがぴったりだと思うわ。何を入れようかな。マスタードにしようっと。マスタードアイスなんか食べたことないでしょ。色は綺麗だけど味は最悪になるはず。このアイスクリームを食べることになるのは誰かな。できたわ。すっごく綺麗な色になったわね。トッピングはキャットフードにしようっと。あー、まずそう。このアイスはここに置いておいて、今度は美味しいアイスを作るわよ。チョコレートアイスがいいと思う。何と混ぜようかな。ストロベリーシロップね。ストロベリーとチョコレートの相性は最高よね。いい感じ。さあ、一番美味しいアイスクリームを作るわよ。できたわ。上にはカラフルなシリアルを乗せようっと。かわいいし美味しいのよ。ここに置くわ。さあ、ラッキーになるのは誰かな。ワクワクする。じゃんけんで決めましょう。私が勝った。何が入ってるのかな。美味しそう。あ、やっぱり違うわ。すっごくまずい。こんなの食べられないわ。どんどん食べて。最後まで食べるからね。早かったわね。今度はキャンディ。はい。あ、美味しいアイスクリームよ。チョコアイス大好きなの。早く食べちゃおうっと。今度もシンプルなバニラアイスの出番よ。ヤミー。何を入れようかな。今回入れるのは魚。魚味のアイスなんか作ったことないわ。でもそれだけじゃ物足りないからブロッコリーも入れる。最悪なコンビネーションになりそうね。一見美味しそうに見えるけど味は絶対にすっごくまずいのよ。あとはデコレーション。
シュマロとかどうかな。二人を騙しちゃうの。まずそう。さ、次に移るわ。またまたバニラアイスよ。美味しいアイスにしようっと。やっぱり海藻アイスにしちゃうわ。綺麗な緑色になること間違いなしね。オーマイガー。マシーンに入れてアイスクリームになるのを待つの。トッピングももちろん甘いものにするわよ。見た目は美味しそうでしょ。二人には何味なのか言わないでおくわ。できたよ。私からいい？何かな？あ、すっごく美味しそう。食べたい。これ何の味？まずいの？早く食べちゃわないと。すっごくまずかった。草の味がしたの。今度は私ね。あ、マシュマロが乗ってて可愛い。美味しくない。何よこれ、まずすぎて吐きそう。食べなさい。無理、魚の味がするの。食べて。無理だと思う。こんなの食べられない。何があるかな。あ、いいこと考えた。いつもみたいにバニラアイスを使うわ。でも色は玉ねぎで出すの。多めに入れればよ。ヌテラも入れちゃおうっと。これで美味しくなることはないと思うけどね。あー、すっごく綺麗な色。でも匂いは嗅がない方がいいわよ。さあアイスクリームを作るわ。美味しそうな色。熊組でデコレーションするわ。可愛いけどまずそう。さ、ここに置いておくわ。今度はどうしようかな。レインボーアイスを使おうっと。そして鳥の足を入れちゃうの。コカコーラも入れようかな。少しだけね。いや、やっぱり全部。いい感じ。あ、そうそう、ケチャップも入れたら最高ね。すごくまずそう。色も気持ち悪いわね。こんなの飲みたくないわ。あとはマシーンに入れるだけよ。変なの。白のトッピングをかけるわ。色の組み合わせは綺麗だけど味は最悪なの。さあ二人とも食べて。どちらにしようかな。やった。どんなアイスが待ってるのかな。美味しそうだけど味はどうなの。え、こんなの食べられない。それでいいのよ。待ってなさいよ、すぐに飲み込んでやるからね。何よこれ。今度は私ね。紫のアイスに美味しいクマグミ。あ、まずい。私の顔が。こんなの食べられないわ。食べなさい。わかった。最後の一口まで食べるわ。吐いちゃいそう。あ、バイバイ。いろいろあるわね。今度もバニラアイスをベースにするわ。今度は何と混ぜようかな。甘くて美味しいオレオにするわ。いい感じね。そしてナゲットも入れようっと。面白い味になること間違いなしよ。さあよく混ぜるわよ。すごくびっくりするでしょうね。色は綺麗だけどまずいと思う。ナゲットは美味しいけどチョコレートと一緒に食べるのはね。フライドポテトをかけちゃおうっと。いい実験になったわ。パティシエ界の天才よ。次のアイスはチョコアイスから作るわ。美味しそうね。そして美味しいイチゴを入れるの。
たっぷり入れるわよ。おいしくなりそうね。あ、お寿司も入れちゃおうっと。どんな味になるのかな。さあ混ぜるわよ。できた。色は綺麗ね。でも食べたくはないわ。ない。今度はアイスクリームを作って、チョコをトッピングするの。すっごく美味しそうだけど、匂いがちょっとね。できたわよ。どんどん食べて。ケイトからね。了解。美味しそう。食べてみるわ。なんかよくわからない。そんなに悪くないわよ。キャンディーも食べて。準備はできてるわ。チョコアイスだけど味がちょっと変かも。どんどん食べちゃおうっと。なんだかよくわからなかった。見て、私たち一緒に食べ終わったのね。わあ、バーバラにはポップコーンがたくさん。ラッキーだね。ニックの方は少ないけど大丈夫。ジュリーは一番運が悪いよ。ジュリーから始めて。ちょうどいいこと思いついたの。ピンセットはどこ？そう、これよ。パパッと美味しく食べれたわ。いいね、次は僕。ポップコーンを素早く作っちゃうよ。ニックってコックさんだったんだね。レシピをメモしてね。フライパンを用意して、そこにポップコーンを入れるよ。数分待ったらお楽しみください。すごい爆発。みんな気をつけて。ニック、本当に爆発的なレシピだね。私は自分なりのレシピで作るわ。コーラにタバスコソースを入れて、それを友達に飲ませるの。何これ、なんでこんなに辛いの。あー、そうそう、それよ。ニック、ありがとう。おいしい。バーバラとニックの目玉グミの数を見て。ジュリーには一つしかないみたい。少ない。はは、運が悪いね。ニック、一応言っとくけど、冗談は場違いだよ。戦わなくていいじゃないか。仕返ししてやるぞ。ニック、また何か企んでるの。ケチャップを目につけてる。恐ろしい。ジュリー、僕の目を食べていいよ。これって本当にあなたの目。そうだよ。あー、やめて。バーバラ、気をつけて。ニックの目を食べちゃったみたい。助けてあげるよ。あ、気をつけて。何これ。あー、目だ。みんなすごい冗談ね。今度は私の番よ。美味しすぎていつまでも食べてられるわ。あー、すごい食欲だね。今度は僕の番。高速モードオン。美味しい。すごいニック、一気に食べたね。みんなと分けたら。みんなお腹が空いてるよ。一個だけでもいいからお願い。やだ、僕の。ニック、目玉グミは一度にたくさん食べちゃダメだよ。もう手遅れ。これで何でも見えるね。こんなにたくさん食べられないわ。どかして。一本だけ、簡単だよ。何これ。みんなしっかりして、大丈夫だよ。まずは私からね。それは種だよ。食べるんじゃなくて植えるの。気をつけて。バーバラ、適当に投げないで。今植えるからね。育って。なんで育たないの。バーバラ、少し待って。そうすれば育つよ。じゃあ僕からね。味を感じないように早く食べるのがポイントだよ。あ、まずい。早くこの味を消さないと。これだ。借りるね。水をあげないと。育って。地震だ。隠れて。大丈夫だよ。バーバラの種が芽を出しただけだから。これでバーバラはブロッコリーを手に入れたよ。まずい。ブロッコリーは嫌いなの。最悪。バーバラ、顔を洗った方がいいわよ。あなたはブロッコリーを食べた方がいいわよ。
ブロッコリーは嫌だ。でもどうすればいいか、いい考えがあるわ。ジュリー、嘘をついたら痛い目に遭うことは知ってるよね。ニックはすでに何か企んでるよ。あー、美味しかった。もっと食べて。最悪。次回はズルしないでね。フライドポテトだ。美味しいからみんな大喜びだね。あ、ジュリーは1本しかないからあまり嬉しそうじゃないね。美味しいわ。でも少ない。もっと欲しい。今度は私の番よ。バーバラ、少しちょうだい。何よ、せめて1本。もちろん。はは、信じたの。やったわね、仕返しするわ。バーバラのケチャップをすごく辛くするの、すごく残酷。すごく辛いわ。僕は関係ないよね。それでいいのよ。バーバラ、ちょっと冷静になって。ケチャップは触らないで。楽になったわ。よし、ケチャップはこれで十分。ニック、ちゃんと見てないとフライドポテトがなくなっちゃうよ。え、すごく美味しいわ。ニック、ありがとう。僕のポテトを全部食べたの？これでどう？ニック、落ち着いて。次からは気をつけるんだよ。わあ、大きいプリングルズ。ニックは運がいいね。バーバラの方はなんかピラミッドだよ。ジュリーはポテチ1枚。しかもすごく小さいよ。いいこと思いついた。この方がいいわ。あー、おいしい。ニック、今度はあなたの番よ。え、開かない。歯を折らないように気をつけてね。こういう時のためにノコギリがあるんだ。気をつけて、私たちを切らないで。すぐに開けられるよ。見て。ニック、口を大きく開けて。チップスが飛んでくるよ。やっとだ、おいしい。危ない、ニック、伏せて。ああ、ニック大丈夫？大丈夫じゃなさそうね。まあいいわ、自分もポテトチップスを食べ始めるからね。バーバラ、すごい食欲だね。投げるときは気をつけて。おいしい。何を逃したの？バーバラが空爆を起こしているから、ニックはテーブルの下にいてね。準備できてるんだね。ニックはできてない。工事中ですのでご注意ください。バーバラ、ちゃんとタワーを押さえて。えい、うまくいったね。さっきのなーに。ジュリーはまた運が悪いね。ニックはスキットルズのお皿。すごい。バーバラの方には全色のスキットルズがたくさんあるよ。こんな小さいの一粒。静かに、いいこと思いついたわ。ジュリー、うまくいくかどうかはわからないけど、やってみる価値はあるね。すごい。この方がいいわ。すごい。あー、美味しい。最高よ。一生食べてられるわ。すごい。ニック、あなたの番よ。見て。わあ、すごいね。でももっと練習した方がいいよ。あ、僕のスキットルズ。でもたくさんスキットルズを持っている人を知ってるよ。バーバラは気に入らないと思うよ。気遣えなければいいんだよ。手を離して。
全部私のよ。どの味から始めようかな。これかこれ、いやこれがいい。決められないわ。あ、そうだ、何それ。これで色を選ぶわ。やってみましょう。何色になるかな。緑から始めます。オッケー。美味しいわ。スキットルズ大好き。一度に全部の味を食べたいわ。中には何が入ってるんだろう。何これ。うわー、すごいすごいすごい。巨大なスキットルズのキャンディーだね。すごく大きい。そしてきっと美味しいんでしょうね。そうだよ、本当に美味しいよ。あ、サプライズもある。みんなの分もあるから手を出して。トゥイックスだ。いいね。 What? OK。 みんな早く食べたいみたい。私が先よ。気をつけて。いいこと思いついたわ。許して。ジュリー気をつけて。誰も傷つけないでね。できた。あ、すごく美味しいわ。いつまでも食べていたい。ジュリー、不潔だよ。すぐに顔を洗って。次は私。すごいかっこいい開け方。いいね。美味しいわ。でも何か物足りないわね。温かい牛乳があればバッチリよ。本格的なミルクシェイクだね。最高の組み合わせよ。今度は僕。トゥイックスでできた壁だね。今から壁を修理するよ。材料はどこ？必要なのはヌテラ。本物のトゥイックスでできた高層ビルを作るんだ。ニック、トゥイックスから目を離さない方がいいよ。どうなってるの？ダメだ。ニック、怪我はない？ヘルメットがあるから大丈夫。